今回は、初期のルフィについての読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。やっぱりクールさが垣間見えてかっこいいな初期ルフィ。ソロになるとこの頃のノリになるの好き。片栗相手に追い詰められてる時とかソが出てるのいいよね。挑戦とした感じでかっこいいよね初期ルフィ。波が助け求めるまでずっと寝てるのかっこいいよね。若干サイコ感あるけど凄みあるよね初期ルフィ。仲間ができて油断してるのはかなりあると思う。主人公なのにずっと得体の知れない感じだよね初期ルフィ。空島終わったあたりから何かが変わったけど。変わったというか、それまで異常に格上相手にするようになったから余裕なくなったというか。何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ。てめえセリフは今でもありあり思い出す。クロコダイルまでは大体の敵よりルフィの方が強いもんな。戦うまで長いけどアーロンまでそんなに苦戦してないもんな。クリークの方が戦いづらそうだった。ミスターペアには圧勝だしクロコダイルが本当に初めての壁だったな。アーロンあたりが一番好き。頼れる味方が増えたからそっちにいろいろ任せてる感じある。一人になるとかっこよくなるし。自分が道化になってことを収める大人っぽさは以前の方があった。ゾロとルフィだけになるの好きだよ。強く泣かせに来たりする感じじゃなくて、爽やかなんだよな。この頃のルフィ気遣いっぽさ全くないし普通にかっこいいな。戦う時にモブがいるかいないかでだいぶ違うと思う。強いけど自分より強い存在が世界にたくさんいるのを理解してるのがいい。この頃はめっちゃ見やすい。敵のモブが騒ぐのはともかく、味方のモブも騒ぎ出してからおかしくなった気はする。一味に海賊のアウトローっぽさがまだあった時期、自分野望のためにお互いを利用し合ってる感じが好きだった。一コマ目にドンがないのが良い。逆は昔のよりルフィがちょっと引きながら真顔で突っ込む方が好き。今だとあーはいはいってなるけど、家を全部逆さにしてるのとかインパクトすごかった。今と昔では青年が少年の心が残ってるうちに描いた漫画と、おじさんが無理やり少年漫画ってこうだよな。って頭で思って作った漫画の違いって感じ。今は空回りがすごいというか、少年のバカにしてんのかというレベル。アーロン戦なんて波の部屋見るまではギャグ調だったしな。戦闘のキメコマは下手になったな。って常々思うわ。初期は仲間との絡みが仲の良い中学生同士って感じで好き。ああいうのって年取ったら書けなくなるのかね。昔の方が等身高いのね。今のルフィさん人は他人とか言えなそう。初期ルフィは本当スマートでかっこいい。戦い方もスマートだぞ。ゴム体質と自分のセンスだけで戦うから起点が効いてかっこいい。主人公がめっちゃ強いパンチで倒してばっかじゃん。強敵の倒し方に説得力ないねこの漫画。ゴムゴムの実じゃなかったことが残念ではある。映画特有の悪魔の実じゃない能力じゃない。普通の能力者が敵なのもあの時期には珍しいな。本物のゴムゴムの実を食ったやつが出てきたりするのかな。この頃の方が普通の漫画っぽく見える。髪型この時の方が好きだな。ルフィの IQ は近くにいる仲間の数で割られる。セリフじゃなくて絵で情報を伝えようとしているのが好感触。今は文字数を置いて。初期は本当に読みやすいよね。最近のルフィって二課に侵食されすぎじゃね。1話の時点で侵食されて、ルフィの意識なんか最初からないぞ。同一人物とは思えないぐらい絵が変わってる。なんだこいつ、となるのが初期ルフィさん。なんだこいつ、となるのが今のルフィさん。悪い折れたヒンダは今でも屈指の名シーンだと思ってるよ。今のルフィだったら泣き叫びそう。キザな部分も割とあったよねルフィ。おタッチがルフィらしくないとか言ってルフィの IQ 下げるの嫌い。初期ルフィって、ところどころ冷静で知的なんだよな。初期ルフィって手こぎボートで海に出てすぐ遭難するくらいバカじゃん。初期ルフィは知的でかっこいいってそれじゃニカニカの実ルフィがバカでかっこ悪いみたいじゃん。ルフィってイケメンだったのか。初期がかっこいいのは同意。もし話の順番が逆だったら大事な仲間の飲み水に鼻くそ入れるルフィはクソ。変顔しつつカイドウ倒す初期はかっこよかったのになぁ。って言いそうだよなこういう連中って。初期ルフィは筋通ってて本当かっこよかった。人は他人とか言っといてエースが他人で気絶するとか言ってるだけのやつ。麦わら深くかぶって目のとこ黒くなるやつ好きなんだけど最近ないな。ラリってるみたいな顔になったよね。何か微妙なバランスが崩壊してるというか。今考えてもヒルルクの海賊肝って、ほらな折れねえ、ワイミフ。根元から折れてるよな。倒れてないから折れてないって言いたいんだろ。読者視点ではヒルルクの旗っていうのがあるからおーってなるけど、
よくよく考えたら海賊旗あんな持ち上げていいもんじゃないよな本来、へし折れや。今もまあかっこいい時もあるぞ。和の国編でだんだん知性戻ってきてていい。初期のような海賊のかっこよさは、メタ的に定置が引き継いでるから俺は黒ひげを応援してるぞ。バキも東道と戦ってる時が一番闘志のメンタルは完成してたな。主人公の成長物語にしようとするとどうしても未熟者にせざるを得ない。今のワンピースはこの頃の遺産で続いているだけ。好みの問題だろうけど昔の絵の方がかっこいい。今は目に正気がないよな。昔のルフィさんはやっぱかっけえわ。ルフィの表情は完全単調になってるんだよな。7冊目あたりの画集とか、バーって見ると、ルフィはほとんど同じ顔してて怖い。悟空といいアホだけどかっこよかったキャラがただアホなだけになっていくのは辛いな。なんでリアクション芸やらせたがるんだろうな。流すのも十分なリアクションなのに。一味と離れると知性戻るのくさ。ルフィの惨事に言った、うん、それがお前だろ、はルフィのセリフで一番好き。昔のルフィはかっこいいタスかわいい、今のルフィはいいやつタスかわいい。ってイメージ、昔はちょっと、ちょい悪なところ含めてかっこよかったんだよな。今は、ただのお人よしのいい人で丸くなったのはまあ、言いちゃいいんだけど。こいつらウィスキーピーク変ったことあんのか、ゾロに勘違いでたしねっていう気違いだぞ。三次仲間にするところくらいまではなんつうか怒るときに筋が通ってるというか、共感できたんだが、ウソップボコって、お前が俺に勝てるわけねえだろ。って言い放ったときは悪い意味で震えた。シュが燃えてる家に向かって吠えてるのをただ見てるルフィすごい印象に残ってる。モブキャラに魅力あり。初期ルフィマジでかっけえな。さっぱりしてるし少年漫画っぽくていい。エースの多比で泣いて自暴自棄になるのは良い読み打ちなんだから。最近カッとなった勢いで惨敗してるな。顔は今の方が大人びてるだろ。どこがだよ。左昔ルフィ、右最近ルフィ。今はデフォルメしすぎたな。まあその方がウケるんだろうけど。てか何より昔のルフィは筋肉がちゃんと描かれててかっこよかった。ワポル殴った時のゴムゴムの弾丸の時とか柔らかいイメージのゴムに硬いイメージの筋肉の両立が良かったのに。初期のワンピースは本当名作。昔のいいところを挙げて、最近のダメなところを挙げて昔を褒める流れ嫌い。今思うとニカの設定もルフィの性格が徐々にギャグに寄ってったって理由付けになるよな。多分散々言われて辻褄合わせした一環だとしたら小田先生よくやってるわ。